皆様明けましておめでとうございます。のり太郎です。今年2023年は世界情勢が非常に緊迫してきておりますので、昨年の激動の2022年を超えるさらに激動の年になるかなと個人的には思っておりますが、コインで資産をしっかり防衛していきましょうということで、今回の動画はコインの利益を時給に換算してみたら一体どれぐらいになるのかという計算をしてみました。このアンティークコインやモダンコインっていうのは寝かせれば寝かせるほど値上がりしてきた過去の履歴があります。それに対して値上がり率という形で今までエクストリームアンティークコイン解析としてお伝えしておりましたが、年何パーセントで値上がりするかという計算っていうのはですね、投資をされている方には馴染み深いくてですね、インデックス投資などをしている方は年率 5% から 7% ぐらいが相場かなといった具合に相場感があるので、単利計算ですが年率 20% とか 30% などの値上がりをするコインは、詐欺じゃないかなと思うほど高い利益率だったと、分かるわけなんですが、投資経験がない方にとってはほとんど響かないのかなという実感が、個人的にはありました。なので、月の利回り 5% とか 10% とか、年利に換算すると60とか 120% という、それはちょっとありえない利回りなんですが、こういったものはほぼ詐欺かなと思うんですが、そういう詐欺に引っかかる人が未だに後を絶たないっていうのが現状なのかなと思います。投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェットですら年利で 20% 程度のパフォーマンスなのに、年利が 120% っていうのはなかなかありえないことなんですが、そこがわからないっていうところと、アンティークコイン解析で何パーセント上がったっていうところで特にそうなんだで終わってしまうっていうのはなんかリンクしてるのかなというような気がします。ただそのようなポンジスキームと呼ばれるような詐欺にも学ぶことがありまして、100万円かけて10万円の不労所得がもらえるってことは、200万円預ければ毎月20万円もらえるってこと、200万円預ければもう働かなくてもいいってことじゃないみたいな形の売り文句でした。なのでほとんどの方が毎月もらっている給料と比較しやすいように、この場合はうまく誘導しているのかなという点で、私から見たら年利 120% とか詐欺か、アンティークコインでたまにあるかなというぐらいなんですが、そこは考えさせないようにしてうまく給料とかに比較させてしまえばこっちのものという感じかなということで、そちらの詐欺がその気ならこっちもそうしますよということで、コインでもそのように時給とかに換算すればもっと一般の投資未経験者にも分かりやすいのではないかなと、考えて今回ちょっとこういう計算をしてみました。前置きが長くなってしまいましたが、アンティークコインはもちろん物なので24時間365日寝ずに働いてくれる、完全な不労所得なんですが、不労所得と言われる不動産のマンションなどは、不労所得という人もいますが、様々な管理とか住民トラブルの解決とか大変な労働が必要なので、そういうものとはコインは全く違います。ただし、値上がりを時給換算するにあたっては、寝ずには働いてくれるんですけど、24時間365日で割るとちょっとアンフェアなのかなと思いましたので、1日8時間、労働、通常労働と、あとは250日でどれほどの不労所得が得られるかっていうのを、換算してみました。で、早速見てみましょう。その結果がこちらで、まず1931年チェコスロバキア一打カット金貨
の MS65 で36万6800円ぐらいなんですが、こちらを時給に換算しますと時給22円、月収で3700円、年収だと4万4000円という形になります。まあ、これをご覧になって少し少ないと思われかったでしょうが、まあ、ただしこれは完全な不労所得で定年退職もない、まあ、途中で怪我して、給料下がるってこともないので、そのコインを買った瞬間に持ち続ける限り一生この金額が続くというわけになります。で、主婦の方は例えばポイント5倍とか10倍とか言ってですね、何十分かけて遠くのスーパーに買いに行くことがあると思いますが、毎時間そのポイント分ぐらい稼いでくれるというのがこのコインになります。続いて次行ってみましょう。少し現実的なところで私たちも買えるような銀貨、これは今安いんですが、それで見てみましょう。1821年のジョージ4世クラウン銀貨 MS65、MS62 です。まあ、どちらも100万円以下で買えるんですが、こう時給が、まあ、8円と時給12円という形で少し安いんですが、MS65 の方がですね、ちょっとコストパフォーマンスが悪いんですが、まあ、ちょっと言い訳をしますと MS65 というのは交換艇なのでなかなか市場に出てきませんので、2020年のもので見ておりますので、まあ、今年にはもっと上がっていると思われます。で、こういうお手頃な銀貨でも毎月数千円、1000円2000円は稼いでくれるわけですし、今は金と銀の比較でかなり銀が過小評価されておりますので、今後銀の価値がぐんと上がることが予想されておりますので、このあたりの銀貨っていうのは逆に今かなりお買い得になっています。なので時給は今後これよりも上がっていくんじゃないかなと、まあ、時給換算した時の時給ですねと思います。続きまして、少し高額な金貨ではどうか見てみましょう。まあ、時給換算なので元手が安ければ値上がり率が良くても金額はそれほど上がらないということで、少し高いとどうなのかっていうのを見てみましょう。で、1908年のフランツ・ヨーゼフ運上の女神 PF64 と、現実的なところで AU55、 これを見てみますと PF64 で時給372円、月収で62000円、年収で75万円稼いでくれると。で、AU55 は91万円ぐらいで買えるんですが、こちらは時給84円、月収で14000円、年収で16万9千円ということで、まあ PF64 になってしまうと1000万円になるので、かなり投資額が高額なんですが、 AU55 であれば91万円と現実的な値段ですが、それでも時給が、84円と、で、月収で毎月1万4000円稼いでくれますので、もう非常に優秀かなと思います。またこれを見ますと、まあ、1000万円もし現金を持っているんであれば、64グレード1枚よりも55グレードを例えば10枚買えたら、まあ、単純計算で時給840円ぐらいになるので、まあ、有名なコインのグレードが低いものを複数枚買うっていうのもなかなか良さそうかなっていうのが分かります。ということで、続きまして、有名な銀貨ゴチククラウン、1847年ゴチククラウンのアンデシモエッジ PF63 と、こちらも PF55、 現実的なところを見てみましょう。で、こちらもしっかり毎月稼いでくれる金額かなと思います。PF63 で時給107円、月収で18000円毎月ですね。
で年収で21万6千円稼いでくれると。で PF55 は、まあ、100万円以下で買えるんですが、時給57円ということで、まあ、月収9000円、年収で11万4千円も稼いでくれます。まあ、これもなかなか55グレードがですね、まあ、80万円ぐらいで今のところ買えますので、これ4枚買うと228円になるので、こちらもグレードが低いものがコストパフォーマンスがいいのかなという感じです。なのでまあこういう有名なコインのグレードの低いものをコツコツ貯めるっていうのもかなりいい戦略な気がします。ということで続きまして、1841年のインディアモハール金貨、まあ、これは C なのでカルカッタミントのタイプ A スラッシュ1ということで、まあ、これはよく出回っているインディアモハール、枚数が比較的多いものになります。なのでまあ手に入りやすい、比較的手に入りやすいものなんですが、こちらの MS6261 を見てみますと、 MS62 で時給102円、 MS61 で時給60円ということで、こちらも、まあ、少し比較が MS61 2枚買うと300万円超えてしまうので比較難しいんですが、まあ、低いものでもコストパフォーマンスは、いいかなというのが分かりますし、まあ、62グレードのものは300万円ぐらい投資すれば、毎年20万円稼いでくれるというのはなかなか素晴らしいですね。銀行で毎年20万円利子もらおうとしたらいくら預けないといけないのかっていう話になるかと思います。なのでまあ素晴らしいコインかなと思います。さて続きましては、ついに出ましたという感じですが、1839年のウナとライオン5ポンド金貨の PF64 と62になります。まあ、こちらはもちろん投資額が超高額なので、PF64 で7800万、 PF62 で3300万ということで、まあ普通の人ではなかなか買えないんですが、まあ、PF64 などは投資額も半端ではないんですが、時給が約3000円と2859円ということで、まあ、月収48万、年収576万2000円ということで、普通の日本のサラリーマンの平均給与以上ぐらいの働きを毎年してくれます。で年収576万円で、しかも所得税も社会保険料もここから取られないので、まるまる576万円の収入が得られるということなんで、もう下手したら年収1000万円近い人の手取り収入ぐらいにはなるんじゃないかなと思います。でこの場合は62グレードを2枚買うよりも64グレード1枚買った方がコストパフォーマンスはいいですね。なのでまあこういう素晴らしいコインの高額なものほど値上がりをするというのが、まあ、これでよくわかるかなと思います。ということで実際の、時給、月給、あとは年収に換算してみましたが、少し実感が湧いたのかなと思います。でもちろんこの利益というのは売った時に確定するので毎月もらえるわけじゃないんですが、これは過去の履歴から見てずっと右肩上がり、コロナショックとかの時は逆にぐんと上がってますし、まあ、今後起こるであろう世界的なリセッション、まあ、今年来年ぐらいにあるんじゃないかと言われてますが、あとは最悪の場合戦争などになっても、でたとえ国が滅んだとしても世界各地で換金できますので、これほど堅実な投資資産防衛っていうのはないのかなと個人的には思っています。
で実際この中でもチェコスロバキアの国っていうのはもうない国なんですが、まあ、今でも人気な金貨になっておりますし、もちろん古代コインローマ帝国とかそういったものはもう国もありませんが、今でも高額で取引されてますので、もし日本っていう国がなくなったとしても、円がゴミになっても金貨に変えておけば価値が保ち続けられるということで、まあ、これからインフレで物価が目減りするっていうのがもう明らかになっておりますので、まあ、そういった銀行預金とかタンス預金にするよりはですね、確実にプラスになる金貨とか銀貨に変えてタンスにしまっておく方が、確実な資産防衛になるかと思いますし、2024年来年ですねに新円切り替えが行われますが、まあ、政府の資産のあぶり出しに遭う前に今のお金が使えるうちに金貨や銀貨に変えることが資産防衛として非常に大切かなと思っています。まあ新札が出た時に旧札がすぐ使えなくなるかは分かりませんが、使えなくなりますよって言われたらもうそれまでなので、その時には銀行に換金に行って、その時に例えば住所とかマイナンバーを聞かれて、資産の把握がされてですね、何かにつけてまず税金をかけようというのが、まあ、国の狙いっていうのでもう見え見えなので、まあ、それに対して資産防衛をしておくのがもう本当に今年がリミットじゃないかなと思っておりますので、しっかりそういったところを発信していけたらと思っています。それでは今回のお話は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつも応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。